はい、皆さんこんにちは。元旦の22時頃に見ますと、Apple Store のページはこんな表示になっていましたが、1月2日3日の初売りにね、備えているようですね。まあ、そして、まあ、日付が変わりますとね、こんなような表示に変わりまして、今日はね、この初売りの内容ですね、チェックしながらね、どのぐらいお得なのかなどね、シミュレーションしていきたいと思っています。はい、ということでこちらアップルの初売り専用のページなんかも出てきましてですね、でこれ見てみますと、まあ、それぞれ対象品がどういうもの で、まあ、今回もねギフトカードとしての還元なんでね、まあ、そのあたりの金額が出てくるようになっています。まあ、これはまあ年末にね、すでに発表ありましたけどね。で条件その他ね細かいことはこの初売りの利用規約というねページがあるんで、これリンク貼っとくんでね、これを熟読して細かい点はチェックしてみてください。で一つ一つ拾うのめんどくさい方に一覧を用意しました。 iPhone については SE と12、13、13ミニがギフトカード8000分がもらえます。そして AirPods については第2世代第3世代がギフトカード4000円分、そして AirPods Pro 第2世代が8000分もらえます。 AirPods Max については12000円分、そして Apple Watch の SE 第2世代、これについては8000円、そして iPad Air と iPad Mini は8000円、iPad 第9世代は4400円となっています。そして MacBook Pro 14インチ16インチが32000円、 M2 の MacBook Pro と iMac 24インチが24000円分、そして M1 の MacBook Air と M2 の MacBook Air と Mac Mini がギフトカード16000円分となっています。で、Beats はですね、5機種ぐらいがギフトカード8000円分、そして Beats Flex が4000円となってますね。アクセサリーも出ています。デュアル充電パッドとスマートキーボードフォリオと Apple Pencil 第2世代が4000円、そしてマジックキーボードが8000円となっています。で今回もらえるギフトカードは日本のニューイヤーエディションという、ね、やつで、いつもと違うデザインのようですね。で用途については21年の秋からギフトカードが、ね、リニューアルして iTunes と Apple Store が統合しましてね、ハードにも使えるし App Store のアプリや課金、そして音楽を買ったりも、ね、できるんで、もう用途は、ね、ほとんど、ね、Apple 系の支払いで使えるようになっています。でトピックとしては、まあ、直近の半年ぐらいの新製品っていうのは初売り対象にならないこと多いんですけどね。2023年については AirPods Pro の第2世代大好評の新製品、そして Apple Watch の SE 第2世代が対象となっております。そして iPhone だけですけども、先着3万名にウサギのデザインの AirTag がもらえるということで、これ去年ね2万名だったのが1万名分増やしたというね感じになっております。ただしですね、これ買うときにですね、日本の直営店もしくはオンラインストアからお願いします。 AirTag だけは Apple Store アプリからだとですね対象にならないのでご注意ください。はい、それではね実際どのぐらいお得なのか代表例を計算していきたいと思いますが、その前にですね、これまあ一般例ですけども、今年もね計算が簡単になっていますね。2021年まではちょっとね消費税の扱いめんどくさかったんですけども、昨年同様に初売りの支払い総額っていうのは通常の支払い総額と同じで、ただ購入するものは購入したアップル製品とあとはギフトカードというね感じになるんですね。で実質のお得については、ギフトカード額割る通常価格イコール何パーセントという感じに、まあ、計算の仕方いろいろありますけどね、まあ、ギフトカードは額面のまま扱って Apple 製品本体だけをセール対象としてこの動画では計算したいと思います。で下段についてはですね、支払いの内訳がどうなってるかというのをカートに入れた場合をねチェックすると、こういうふうに計算しているなということがわかるんで、まあ、興味のある方は読んでください。はい、でまずはね AirPods Pro 第2世代秋の新製品が対象なんですけどね、これカートに入れるとこのようなね表記になるんですね。でこれを元に計算をしてみますとこんな感じです。でこちらですね、初売りの支払い総額は通常と同じ 39,800 円ですが、購入内容としては本体とギフトカードです。で実質のお得を計算すると本体 31,800 円で購入できるんですけども、8,000 割る 39,800 円で 20.1% お得という計算になります。でこれねさっきも言った通りですけども、計算の仕方はいろいろあると思うんですけども、まあ、ギフトカードは額面のまま 8,000 円で評価をしてですね、まあ、それでアップル製品本体だけをセール対象として計算をしているのでご了承ください。
で、AirPods 類のお得パーセントをこれね、表計算でやったんでね、これも参考にしてください。で、Apple Watch SE 第2世代、これも秋の新製品ですからね、ちょっと計算してみましたけども、カートに入れるとね、こんなような表示になるんですね。そしてこれ計算すると、初売りの支払い総額は通常と同じ 37,800円で、本体とギフトカード、8,000円分を購入することになります。なので、本体は 29,800円で購入した形になりますんで、21.16% お得となっています。でこれについても4モデル分計算したので参考にしてください。はい、そして iPhone SE 第3世代春の新製品ですけども、で対象の iPhone だけはねカートに入れるとこんなのが出てきて、でこれカートに入れた状態、それで計算すると 64GB のやつですね、通常 62,800円、同じ金額で本体とギフトカード8,000円分、そして AirTag 4,780円の製品が購入できることになります。まあなので AirTag と、ギフトカードは額面のままですね、計算すると iPhone SE の本体は52,000円という計算になります。 20.4% お得という感じですよね。で、31,000名以降については本体が 54,800円で購入できたことになり 12.7% お得になります。で、対象の iPhone についてはこんな感じになるんで参考にしてみてください。そして M2 の MacBook Pro についてもこれ還元のねギフトカードの額が大きかったんでね計算してみましたけども、これ初売りの支払い総額はいつもと同じ 178,800円です。本体とギフトカード 24,000円分を購入する形になりますが、本体だけで言うと 154,800円で買ったことになるんですね。 13.4% お得です。ただこの機種はね整備済み製品も出たりしていますので、これとね比較してみると、この整備済み製品が16,900円なんですよね。そして額割も16,4800円なんで、まあこの2つよりもね、まあ本体だけで比べると実際安く買える計算にはなるんですけど、ただ支払い総額そのものをね抑えたい方はですね、まあ余計なギフトカードついてこない整備済みとか額割を買った方がいいとは思います。そしてこちらが対象の Mac のね、まあ、全てのまあお得パーセントを計算したものになりますけども、まあ、これカスタマイズもね、入ってないですが、可能は可能ですが、額が上がれば上がるほどお得なパーセントは減っていくという感じですよね。はい、その他ですね、計算していなかった iPad とかね、アクセサリー類については、まあ、このような感じのお得パーセントとなっているんで、参考にしてみてください。はい、そしてさらにねコンビニのギフトカード 10% 還元併用だと、まあ、もっとねお得になるん でこれはね先日ご紹介したね動画を上げていますけど、まあ、詳しくはそれ見ていただきたいんですけども、コンビニでねアップルのギフトカードを買うと電子マネーなんかでね最大 10% 還元されるというキャンペーンなんですけど、で各社ねちょっとね違う方式なんでね、まあ、購入の仕方次第でそれぞれ10万円分還元最大1万円分が購入可能ってことなんでね、まあ、なんでね今日明日でコンビニで買えばですね、今回のアップルストアの初売りの対象品を買うのに使えるわけですよね。でまあ、私もねカートで試したらねチャージした分使えたんでね、まあ、全く問題ないみたいですね。 LINEPay でもやっているみたいですね。例えばですね、まあ、先ほどの M2MacBook Pro のね13インチを計算してみると、まあ、そうするとですねこちら本体とギフトカード 24,000円分をね買うわけですけど、まあ、買うのにねコンビニで購入したギフトカードを使うという形で、その場合はですね、まあ、この 24,000円とコンビニの還元分を引くと本体は 136,920円で買ったことになるんで 23.4% お得という感じになるんでね、まあ、これ結構なね額ですよね。4万円引きっていいなと思いましたね。ただこちらね178,800円ですから、これまあコンビニってまあ最大の還元って1社1万円なんでね、まあ、そうするとまあ2社に分けてギフトカードを買う必要があります。なんでこれ例えばね iPhone SE 第3世代でうさぎの AirTag とコンビニ併用すると 64GB で 30% お得みたいな感じになるんですね。でウォッチのね SE 第2世代についてもこれねコンビニ併用すると 11,780円とかね安くなって 31.2% お得な場合があります。で AirPods Pro もねいいですね。まあ Beats についてはまあ Flex が良さそうですが、ただまあこれはまあ価格 .com とか見た方がいいかもしれないですね。
であとはね、私実際やったことないんですけど、この楽天リベーツっていうのがですね、この初売りに合わせてこのパーセントね上げてるんですよね、還元率の。なんでね、これを使うとカテゴリーの対象商品であればですね、楽天ポイントがね還元されるんで、その分もねお得になる可能性があるんですけど、ちょっとね操作がね、この楽天リベーツから入ってそのまま買わないといけないとかってあるんで、そこはちょっとね注意が必要ですね。はい。で、お得に見えますけども、もちろん注意点もあります。まとめておきましたが、基本的にアップルの初売り、支払い総額は通常と同じなんでね、決して支払いが安くなるわけではないですね。で、ただ、本体に加えて、それぞれのね、金額のギフトカードが、おまけでついてくるというね、ところです。で、一応ね、使用期限はアップルギフトカードないみたいですけどね。そして、支払いにアップルギフトカードを使う場合、この場合ね、Apple Store の実店舗はチャージすると使えなくなっちゃうんでね、このカードそのものを持ってってください。オンラインの場合にはね、チャージしても大丈夫です。で、あとはね、コンビニの 10% 還元って結構コンビニによって条件いろいろ違いますからね、そこは私がまとめた動画ね、ぜひ見ていただきたいですが、特にね、コンビニはいろんな形で 10% 分還元されますけども、それぞれ使用期限があるんでね、注意が必要ですよね。そして楽天リベーツについても還元されたポイントは使用期限が180日となっているようなので注意が必要ですね。あとは全般的にも言えることですが、特にビーツはね、この価格コムで価格をチェックしてね、もっと安い店結構あったりしますからね、アップルの初売りにこだわらなくて安い店を探した方がお得かもしれませんね。あとはコストコの会員の方はですね、AirPods はそっちのが安い場合がありますからチェックしてみてください。はい、ということで、初売りはお祭りみたいなもんなんでね、結構興奮してしまいますけども、明日からね、Amazon もね、始まりますんで、そういうのもね、含めて何が一番ね、自分にとってお得かどうか考えながら購入するのがいいのかなと思います。明日はね、Amazon の特集などもね、予定していますんで、引き続きよろしくお願いします。それではまた。この動画が役に立ったと思ってくださった方は、いいね。そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。